9月28日木曜日の全国の天気をお伝えします。東日本から西日本では太平洋側を中心に晴れて強い日差しが届きます。関東や東海、九州では広く日差しが届きますが、京阪神周辺では雲が広がりやすく、にわか雨が心配です。一方、低気圧が通過する影響で、北陸や東北、北海道にかけては広く雨が降ります。特に東北地方では通勤通学の時間帯に強い雨や雷雨となる恐れがあるため注意が必要です。また日中の気温は、本州では30度を上回るところが多く厳しい残暑、特に関東ではフェーン現象の影響で内陸では一部35度に近くなるところもありそうです。こまめな水分や塩分補給、冷房の活用など熱中症対策を行ってください。最新の情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。